んは、大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ、今週も始まりました。第86回目の放送です。今日は7月23日ということで、季節の変わり目を表す二十四節気、初めて聞いた、の一つ大暑にあたり、それにちなんだ記念日で、魚介類や野菜などを食材にしている天ぷらは夏バテ予防にいいと考えられていることから、天ぷらの日なんだそうです。へー、そうなんだ。なんかね、脂質を抑えようと思って揚げ物は私あんまり取らないようにしてるんですけど、天ぷらの日なんて言われちゃったらもうこれは食べるしかないですね。ちなみに大暑は夏の暑さが本格的になる頃なんだそうです。もうじゃあ今まだ全然ね、7月23日じゃないんですけど、もう23日今日はすごい暑かったのかな、どうなんだろう。だってもう今でさえもね、蒸し暑くてクーラーつけなきゃななんていう風に思ってるんですけども、どうなんでしょうか。嫌ですね、暑いのは嫌いです。大原さんは天ぷらは大好きです。はい、大好きですよ。天ぷらは好きなのなんだろう。昔は私エビが苦手だったので、エビ天とか苦手だなと思ってたので、子供の頃は何が好きだったの、あ、やっぱり芋天ですね。芋天。でも今はエビ天とかナスとか、もう基本何でも好きだな。でも嫌いな天ぷらってないかもしれない。あ、でもトウモロコシは C っていうならあんまり好きじゃないかもな。別に嫌いではないですけど。でキノコも大好きですし、イカも美味しいし、タコも美味しいしね、何でも好きですね。ウインナーのも、そう、子供の頃ね、天ぷらでお母さんがね、私とかね全然好き嫌い多いから、ウインナーとかもね天ぷらしてくれてましたけど、あれ美味しいですよね。久しぶりに食べたいな。でバナナの天ぷらなど変わり種の天ぷらも最近は見かけますが、食べてみたいものはありますか。あー、なんか雪見大福の天ぷらみたいなのありますよね。アイスの天ぷらとか、そういうのをちょっと食べてみたいな。あとなんか YouTuber の人がやってたのがバターの天ぷら、なんかあれ違ったっけな、なんかバターを揚げてみただっけな、あれは。なんかそれはちょっとなんか気になるなと思いました。絶対口の中に入れたらね、ごっくんってするの厳しそうですけどね。バターってどうなんでしょうか。でもちょっと気になりますね。東京代官山にあるさつまいも天ぷらのテイクアウト専門店、天ぷら元よし芋、天ぷら元よし芋では、天ぷらの名店が作るさつまいもソフトが絶品だそうです。さつまいも天ぷらとソフトクリーム、間違いなしの美味しさの組み合わせですよね、と脚本のね高木さんが書いてくださってるんですけど、私もこちらはもうチェックしてあります。私のね、腹ペコリンリン Google マップさんではね、行って食べたいお店にフラッグを立ててるんですけども、こちらのねお店もフラッグを立てさせていただいております。でも代官山行くと忘れるんですよね。これを見てないからさ、見てない時にきっとね行ってるんですよね。行きたい行きたいと思いつつね、多分これ入れてから結構経ってるんですけど行けてないですね。美味しそうなんですよ。あれ、これなんか誰かが教えてくれたんだっけな、それとも私何かで見て、自分でツイッターで見てかな、誰か教えてくれたんでしたっけ。もしラジオで誰かが教えてくれていたとしたらすいませんね。これほんと食べたい。いや、どうしようかな。じゃあ忘れないように、今度は代官山に行く目的をここにしていきたいと思います。はい、そしたら絶対忘れることないからね。いいな、ソフトクリームと天ぷらってなんかね、おかずと天ぷら、あ、じゃあおかずとスイーツって本来はね別に
合うような気はしないはずなのに、なぜかやっぱり芋っていうだけで合う気がするんですよね。さつまいもってすごいポテンシャル高いですよね。はい、なんてね、また食いしん坊な大原ゆり子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今日もまったりお聞きください。大原ゆい子のチルアウトラジオ、大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さてここからはゆいフォトのコーナーです。こちらのコーナーでは最近私が撮った写真を紹介していこうと思います。今回撮った写真は VTR、 はい、あくびが出ました、すいません。はい、ででーん、ということでこちらは夏の風物詩でございます。蚊取り線香というものですね。なぜこのような状況になっているかと言いますとですね、以前ですね、バーベキューかなんかを外でね、お外って家の外じゃないですよ、バーベキュー場でした時に買ったと思われる、今だと蚊取り線香ってコンセントに刺すやつを普通使うじゃないですか。まあ私も子供の頃からそのコンセント式の方をよく使ってたので、この膜式のやつ、渦巻き式のやつっていうのはなんかあんまり親しみがなかったんですよ。でもそのうちにあったので、こう持ってた、ずっと持ってたんですけど、蚊がですね、なんか知らないですけどうちについてきてしまうんですよ。私の服とかについて一緒に入ってきてしまうので、もうこれはもう無理だと、でもう仕方ないから蚊取り線香を焚こう、でも台がないそう台がないし、もう蚊取り線香はあるから、まあ、とりあえずこうしておけばいけるかなと思って、キレートレモンの空き瓶の上に乗っけて申したんですよ。で、鳥ちゃんもいるので、ちゃんとね、窓はね、開けて、換気扇もつけて、ちゃんと炊いてるんですけど、これ、家族に送ったんです、私。見て、みたいな。懐かしくない、この渦巻き、みたいな。そしたら、お父さんに、いや、これはダメだ、みたいな。これは大変な煙になるよ、って、連絡が来て、なんでって言ったら、これ、二つが一つになってるんですね。そう、なんかね、おかしいなと私も思ったんですよ。渦巻きってこんな密集してるんだって。そう。へえーって思ったの。そしたら、これ、二つが一巻きみたいになってるんですね。だから、使うときに分解しないといけない。知らなかったので、もうそのまま火つけちゃって。そうなのって、LINE を返してる間に、火が、ちゃんと消えてました。良かったのは、そう。この、今、これ何センチぐらいだろう。まあ、0.5 センチぐらい進んで、まあ、1センチ、2センチぐらいまで燃えて、まあ、結構匂いは充満はしたんですよ。ぐらいで、もう、勝手に火が消えてました。良かったと思って。なんか検索したら、肉を同時に燃やすと、ものすごい煙になって、大変なことになるって、確かに出てきて、そう、本当に良かった、自然に消えてくれて。これ自然に消えてくれなかったら2個全部部屋の中で燃やしたことになりますから、はい、もうでもね、無事に消えてくださったのでね、そこで終わりにはしましたが、はい、でもね、この続きがありまして、これを燃したのにもかかわらず3日4日ぐらいね、その蚊がね、ずっと部屋にいましたね。見つけるたびに、なんか、スプレーしようとしても、どっか消えちゃうの。
で、まあ、あんまりむやみやたらにスプレーとかまけないから、でしばらく待って、またなんかこう電子レンジの方に行ったら、またふーって現れて、うわ出た、よし今だと思うと、なんかね打てない場所にいてとか、なんかね、それで捕まえられなくて、まあ、4日ぐらい経った後ぐらいからもう見かけなくなったのでね、お亡くなりになったんじゃないかなと思いますが、はい、もう最悪でしたね、はい、という夏らしい良いフォトでした。もう本当にね無知で恥ずかしいんですけど、これはもうあげるしかないと思って、はい、アップさせていただきました。はい、もう皆さんもね気をつけてくださいということで、以上ゆいフォトのコーナーでした。さて続いてのコーナーは大原ゆい子のハマっているものやおすすめしたいものを紹介するゆいこれです。今回紹介させていただくのは、YouTube チャンネルですね、タイムマシーン3号オフィシャル YouTube チャンネルです。はい、こちらはですね、タイトルの通りですね、タイムマシーン3号さんのオフィシャル YouTube チャンネルでございます。こちらを知ったきっかけなんですけど、なんかたまたま私の、ホームにおすすめとして出てきたのがきっかけで見始めました。で、さらば青春の光さんのチャンネルとか、結構芸人さんの YouTube チャンネルにハマりがちなんですけど、あんまりこうなんだろう、ずっとこれ見てますっていうのは本当にさらば青春の光チャンネルぐらいで、まああとはたまに気になったやつがあったらちょこちょこ見てるなぐらいのね、YouTube チャンネルが多かったんですけど、久しぶりにすごいハマって見ております。で、一番ね私がすごくハマったのが、ですね、ちょっと待ってくださいね、あこれこれ、ケンタッキー初来店記念すべき最初の1本目を食べたいので早朝から並んだっていう動画ですね。こちらはなんか初台のケンタッキーがオープンするその日のそのオープンの時間に合わせて並んでケンタッキーフライドチキンを一番最初に食べるっていう、ただそれだけの動画なんですけども、なんだろうな、そう、それを初めて見て、タイムマシン3号さんは番組なんかこう有吉の壁とかそういう、こうなんだろう、お笑い番組で見ているイメージだったので、あまりこうパーソナルの部分とか私全然詳しくなかったんですけど、これを見て、あすごい面白い方たちなんだなと思って、こうそこからハマり出してこう見てるんですけども、さらば青春の光さんのチャンネルはすごく過激なことをなんか、まあ、面白くやってるのでちょうどいい塩梅で見てるんですけど、タイムマシーン3号さんはすごく優しい、なんて言うんだろうね、優しいチャンネルなんですよ。だけどウィットに飛んでるというか、本当に使う言葉のボキャブラリーが素晴らしすぎて、なんだろうな、なんでこんなに面白いんだろうっていうぐらい、お二人とも面白いし、なんか仲がいいっていうのがね、すごくにじみ出てて、あなんかいいなと思って勉強させてもらってます。こう言ったら、こう返すみたいなのがこう自然にできてるっていうのがね、本当にやっぱ芸人さんってすごいなと思ってなんかそういう目線ですごいこうこのチャンネルを見てるんですけども、まあ、それ以外にもカレーを作ったりとか、デブは食べログのレビューだけで白ご飯を食べられるのかみたいなね、なんかそういうこうご飯を食べながら一緒に見たりとかもできるような動画があって、すごい私は癒しにしてますね。すごい面白いです。はい。結構過激な YouTube ばっかり、過激ではないな。ちょっとね、
まあ、あんまりこうご飯を食べてる時に見るような YouTube じゃないのばっかり今まで見てたので、あ、まあ、ご飯を食べる用の YouTube ももちろんあるんですけど、このタイムマシン3号さんの YouTube は本当にご飯を食べる時にぴったりだなと思って見ております。ぜひ皆さんも気になった方はこの後見てみてください。もう知ってるよという方の方が多いかなと思いますが、ぜひぜひ皆さんもハマっているチャンネルとかね、あとハマっている漫画とかアニメとかありましたら、ハッシュタグやメールなどでぜひ私におすすめしてください。あ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守歌です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエスト曲にもお答えしていこうと思います。今回私が演奏したい曲はですね、もう全然ね、さっきね思いつかなくて、どうしようかなどうしようかなと思って、まあちょっとね急いでたので、知ってる曲にしなきゃと思ったんですけど、あ、これいいなと思って決めました。嵐さんのワンラブです。この曲歌ったことあるかな、なんか歌ったような気がするんですけど歌ってないのかな。私の大好きな花より団子の、ムービーですね、映画の方の確か主題歌だったんじゃないかなと思いますが、はい、あんまりカラオケとかでも歌ったことないと思いますけど歌ってみたいと思います。それでは聴いてください。嵐さんのカバーで One Love。伝えたくて伝わらなくて、時には素直になれずに、泣いた季節を超えた僕らは今とても輝いてるよ。それぞれ送りしたのは嵐さんのカバーで One Love でした。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてぜひメールで送ってください。曲に関する思い出なども書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。早いですね。最後に、告知をしたいと思います。劇場版からかい上手の高木さんは現在公開中です。そして主題歌も担当させていただいております。そんな主題歌など入った劇場版のね曲と、そしてアニメ高木さんさんの曲などが入ったアイランドメモリーズは発売中でございます。ぜひお手に取ってみてください。そして9月18日日曜日に開催される長野アニエラフェスタに出演させていただきます。会場は長野県駒場公園です。柵ですね、よろしくお願いします。そして有料コンテンツチルアウトクラブもチェックしてみてください。ブログなどもアップしております。
そしてテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すテーマソングコレクションは発売中です。アニメもよろしくお願いします。そしてみんなでどーもくんは毎月第1土曜日お昼12時から E テレにて放送です。来月もよろしくお願いします。あとは花かっぱも平日毎日放送してるので見てみてください。大原優子は、ギザ銃を取っておかないです。ね、ギザ銃ね、そうですね、見つけるとテンション上がるんですけどね、その後すぐにそのことを忘れてそのまま出しちゃいますね。はい、あれって監禁するのかな、なんか11円の価値があるとか言うじゃないですか。監禁とかできるのかな。でも監禁したところで1円しかないのか。だったらただ普通に取っといてコレクションした方がいいですもんね。はい、など全ての情報は私大原優子の公式ホームページをチェックしてみてください。 Twitter、Instagram もやっております。いずれも大原優子で検索してみてください。 Instagram は更新するような写真を撮ってなさすぎて更新してないですけども、更新するような写真を撮ったら更新したいと思います。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。そしてこの番組はアーカイブとして過去の配信も残っていますので、皆さんの好きな時間に何回でもお聞きいただけます。ぜひ睡眠導入のラジオとしてこのあくびとともに聞いていただけたらなと思います。それでは大原優子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原優子でした。バイバーイ。